ビールジャンドは、イラン東部、南ホラーサーン州の州都。同州は、ホラーサーン州分割以前はビールジャンドあるいは、クーヘスターンと呼ばれるホラーサーン州の一部であった。ビールジャンドの人口は2006年現在、218,783人。サフラン、メギ、テオリ絨毯、敷物の産地として知られる。気候は乾燥し、昼夜の寒暖差が大きい。 急速な発展により、イラン東部において、マシュハド、ザーヘダーンに次ぐ、主要都市となりつつある。ビールジャンドがクルヘスターンの中心都市として、現れるのは、サファィ上記で、これまでクルヘスターンの中心であったガーエンが、おそらくは、大地震により推備して、以降のことである。この時からガージャール朝の終わりまで、アラム家がこの地域を支配し、 アラム家の反自治療的な状態となっていた。ビールジャンドは、イランの東方国境パキスタン、アフガニスタンに接する地域にあり、インド洋方面からホラーサーンを結ぶ、南北路の中間運転である。この頃、イギリスとロシアは、グレートゲームと呼ばれる、ユーラシア大陸における巨大な南北間、勢力争いを展開しており、ビールジャンドを重視、領事官分間を設けている。 このことから両世界大戦でも重要拠点となり、特に第二次世界大戦においては、ソ連への武器対応援助ルートの拠点となっている。パフラビー長期に入っても、当時のアラム家の当主ショーキャトルモルク、モハンマド・エブラーヒーム・ハーンがクーヘスターン・の軍、ガーエナートをアミールとして収めていた。ショーキャトルモルクは、非常に解明的な人物であり、1908年には、 ビールジャンド最初の学校小キャト学校を開設。1923年に洞水管による浄水道を開設。これはイラン最初のものである。しかしながら、レザーシャアの時代には、中央集権を施行する政府の政策から、ビールジャンドは、イランにおける国内的重要性を失い、クーヘスターン全体が、近代ホラーサーン州の一部として編入された。地元の人々は、 モハンマドレザーシャー治世の半ばから州への昇格を求める運動を展開。これが結実するのは約40年後の2004年でホラーサーン州は3州に分割され、クーヘスターンはイラン・イスラーム共和国政府の下で公式に南ホラーサーン州となり、ビールジャンドも州都としての地理的重要性を回復することになった。ビールジャンド最初の学校、マドレセショーキャティへは、 その後大学にまで成長し、ビールジャンド大学となっている。ビールジャンドの高等教育機関は、以下の通り、ビールジャンド空港がある。ありがとうございます。